5度を超えております。うわ暑そうです。ピエン現象ってフェン現象ですちょっと似てますかもね、うん、ただ今の時間帯いやピエン現象はちょっと笑っちゃいました。少しこう韻を踏んでる感じなんですね。いや今日私ツボが浅いと思うのでちょっとね気をつけますよね。ピエン現象ではない、フェン現象ですね。今日ちょっとツボが浅い日だと思うんですよ、うん、皆さんのコメントがね面白いのでいつも楽しく番組できております。ありがとうございます。さあということでこの時間帯はじりじり